こちらすかかととです。皆様、今回のイベントで追加されたプニシンを作ったでしょうか。まあ、能力的にはね、プニシンの、闇のキャラの HP が 20% と攻撃力が 30% ぐらいアップするみたいな感じの能力だったんですけれども。では、HP と攻撃力それぞれ 20%、30% 上がったら、どれぐらい強くなるのか、皆さんちょっと知らないと思うので、まあ僕も知らないんですけど、ちょっと今回、どれぐらい変わるのか検証していきたいと思います。では行こう。かかとと。さあ、ということで早速やっていきたいんですけれども、今回ね、もう HP の方はもうサムネ見れば普通にわかると思うので、あまり触れないんですけど、今回は、そのね、攻撃、与えるダメージがどれぐらい変わるのか、ちょっと見ていきたいんで、とりあえず準備していきます。さあ、というわけで、全プニ山吹雄に汚れにしたということで、まずはプニ1個消すのにどれぐらいダメージが出るのか見ていきたいと思います。まあなんだかんだ言って Z だから弱くはないはずだが、20、まあ悪くはないでしょう。続いて必殺技見ていきたいと思います。なんだかんだこれまで特攻ダメージ見てきたけど、通常のダメージ見るの初めてかもしれん。さあ、ダメージは15600、多分強い。さあ、続きまして、プニシンウォッチつけてまいりました。もうこの周りのね、枠がすごい。そして、まずは普通にプニを消してどれぐらい強くなっているかというと、6も上がっている。これは必殺技、かなり期待できるんじゃないでしょうか。それでは必殺技、打つ準備していきたいと思います。さあ、ということで準備が整ったということで、早速打っていきたいと思います。果たしてダメージはどれぐらい上がるのでしょうか。いきます。さあ、いけ。さあ、ダメージの方は、ほう、めっちゃ上がってる。